こんにちは。テンパアカデミー堀秀夫です。今日は円高が進んだら輸出より輸入が儲かるかというお話です。円高がね、進むんじゃないかという予想が結構出てます。で、それに対してね、FX でリスクヘッジをするとか、リスクヘッジをしないでも、その時はその時で、利益率は多少落ちるけど、輸出の方がやっぱり儲けやすいのか。あるいは、円高の時は輸出より輸入の方が儲かるのか、いろんな選択肢があるわけなんですけど、結論から言うと、やっぱり円高だろうが、なんだろうが、輸出の方が転売しやすいです。その理由としてですね、海外のその品質の低さ、商品そのものはね、いいものは結構ありますけど、輸送あるいは梱包でですね、日本人が満足する状態で日本国内に入るかというね、非常に悩ましい問題があります。具体的な例、ね、商品ではなく日常の買い物なんですけど、具体的な例で言いますと、私がオーストラリアに住んでるわけなんですが、スーパーとかね、どこの商店とか行っても、卵は買う前にね、必ず開けて、中がちゃんと入ってるか、割れてないか、それを確認します。入ってるかって、普通ね、卵売ってる中からってことはあまりないというふうにね、日本に住んでれば思うでしょうけど、結構ね、入ってないことがあります。何も入ってないってんじゃなくてですね、こういうふうに、卵が6個入りとかね、10個入りとかで売ってるんですけど、割れちゃったのをね、覗いてあって、10個入りのはずなのに7個しか入ってないとかね。こっちの卵がこういう透明なパックに入ってるってのはありえないんですけど、ちょうどこんな状態で売ってることもあります。10個入ってるんだけどね、1個しか無事じゃないとか、下手すりゃ全部割れてるとかね。で、こういうひどく割れたやつはね、あ、落としちゃった、割れちゃったって言った時、係の方がね、割れたのだけ覗いて何事もなかったかのようにまた蓋閉じて売ってるんですね。10個入りの卵、当然値段は10個の値段なんですけど、中身は7個しか入ってないと。で、7個しか入ってないけど3つは割れてると。無事なの4つだけとかね、嘘みたいな話ですけど、そんなのザラにあります。おそらくね、オーストラリアだの、アメリカだので、普通に暮らしてる方に聞きゃ、そんなの当たり前だよという話なんですけど、日本だとちょっと考えられないような、ね、販売方法。ちなみにね、こっちの方はこういう段ボールの箱に入ってます。少しでも割れにくいようにということでしょうね。透明なパックでね、卵割れるから丁寧に扱おうという意識の方はあんまりいないというね、ちょっと日本の感覚だと信じられないような、状態なのが海外の状況です。で、これ何も特殊な例じゃなくて、私がそういうのを見てる、普段見てるショップはですね、ウールワースと、コールスというね、それぞれオーストラリアで1位、2位の、会社です。売上はもう軽く2兆円を超えてる会社。ね、普通にその辺の怪しい町場のショップがそういうことやってるわけじゃないというのがもう悩ましいところなんですけど、割れると分かりきってる卵ですら、割れたらどうしよう、割れたらどうしようというかね、割れないように扱うという意識はないです。そしてそれはしっかりと教育されてるはずの大企業でそういう状態です。ですんで、普通にね、箱が破損したらいけないとかね、本が折れてたらいけないとか、CD はね、聞く、CD 盤だけじゃなくてね、そのケースの紙も折れてちゃいけないとか、そういうのが、そういう高品質が当たり前な日本でね、海外のこの当たり前のレベルはだいぶ違うと。極端な話、海外で普通に持ってるものを日本に運んだらゴミになってたというのもざらにあります。新品を買って新品のまま売れる状態で運ぶというのはかなり難易度の高い作業。そしてね、新品で買って中古でしか売れないとか、訳ありでしか売れない状態になったら儲かるわけがない。そういう難しさ、ストレスがかかる状態がありますんで、慣れたベテランの方で、この商品はね、きちんと運べると、ね、運ぶ方法があるとか、あるいはこの商品を買う人はね、非常にそういう細かいことは気にしないとかいうのはね、特に分かってる人以外は輸入ビジネス、ね、なかなか厳しいです。私が、輸入ビジネスから輸出ビジネスに切り替えた大きな理由に、その輸送品質の低さと、
まあ、日本のね、消費者の方の要求の高さのギャップをね、埋めるのが難しいと。で、破損リスクと、そのストレスが相当なもんであると。まあ、自分自身は我慢したとしても、まあ、破損してね、届いて、もう輸入嫌になっちゃうという方がね、結構いらっしゃいましたんで、それを乗り越えるのは確かにね、普通の精神力の、方だと難しいなと思いました。そんなわけで、まあ、多少というか何というかですね、円高が進んだところで、それなりに儲かる商品は見つけられます。で、これ円高が進んだからといってね、輸入に切り替えると、机上では儲かったはずなのに、輸出ではね、あんまり見ないで済んだその破損、破棄ロスとかね、そういう、これは商品じゃないとかいうクレームが格段と増えますんで、やっぱり初心者の方は、円高になっても何しようが、輸出ビジネスの方が儲けやすいと。ストレスも少なく稼ぐことができます。輸入ビジネスで乗り越えるべき壁は、輸出ビジネスで乗り越えるべき壁よりかなり高いです。これは本当実感を持って言えます。でね、小さなとこだとそういうね、日常の買い物とかで気づくんですけど、まあ他の事例もいっぱいありますけどね、別に何もそんなに、あれこれこう壊れるという事例を出さずとも、普通に高品質な日本の配送でね、仕入れた商品を、アメリカで売るという方がね、全然、スムーズ、ストレスなく稼げますんで、輸出ビジネスをお勧めします。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。